どうも、うるまです。はい、本日の動画はですね、自分の S ブランドのオープニングアクトから、この夏マストバイ必須のですね、最新の夏コレクションのアイテムがこの度完成いたしましたので、どんなアイテムかというところの詳細と、まあ、それぞれのアイテムの特徴だったりとか、あとおすすめのポイントだったりとか、あとこんな風に着たらいいよってところをですね、余すことなくご紹介していこうかなと思っております。はい、というわけですね、オープニングの夏コレクションもまさに本番を迎えておりまして、今回ですね、販売するアイテム3型ございます。まさにですね、今夏物を探している方も多いと思いますし、やっぱ夏ってね、何かと着こなしがシンプルになってしまいがちなんですけど、その中でもですね、程よいデザイン性だったりとかディティールとか、まあ、その中でもですね、やっぱ着心地の良さとか快適さ、そういうところもですね、皆さん夏物を探す中で、まあ、大事なポイントとしてですね、チェックしてると思うんですけども、まさにそのポイントを押さえた新作のアイテムたちになっておりますので、今回もね、かなりの自信作になっておりまして、まさに今自分が着てるアイテムもその中の一つなんですけれども、これね、いやー、やっぱシンプルなんだけど、いいっすよね。という感じですね、早速一つ目のアイテムのご紹介から始めていこうかなと思います。いや、本当に最近暑いっすよね。けど、なんか天気が悪い日とか、そういう時はね、いきなり寒くなったりもするんですけど、この動画を撮ってる日もそうだし、週末とかはね、ほんと25度以上の日も増えてきて、日中は。ほんと半袖半ズボンの人も、まあ気が早いようにも感じるんですけど、まあそれでもですね、全然日中活動できるぐらい、やっぱ最近日本の気候はなっていて、もう最近ほんと冬と夏しかねえんじゃないかなっていう、ほんと最近春短くなったなって思いますよね。っていう中ですね、まず一つ目のアイテムからご紹介の方をしていこうと思うんですけども、まあ早速ですね、まあ自分が着てるこちらのアイテムからご紹介していこうかなと思います。いや、このアイテムになるんですけど、いや、程よくね、この首元の抜け感だったりとか、けどね、1枚で着ても決まるようなシルエット、しかもレイヤードも簡単に決まるね、こちらのアイテムになるんですが、まずこちらのアイテムですね、まあ手に持ちながらご紹介していこうかな。はい、こちらのアイテムになるんですけども、こちらのアイテムがですね、ヘンリーネックビッグシルエットプルオーバーポロシャツになります。いや、シンプルなアイテム見えるんですけど、こだわりが詰まったアイテムになっておりますので、早速アイテムのご紹介の方に移っていこうと思います。まあ、なんといっても最大の特徴で言うと、形的にはポロシャツ、今年はですね、2024年の夏に関しては襟付きのアイテムがよりちょっと盛り上がり見せているところで、まあ、去年ぐらいからポロシャツが人気なんですよ。まあ、アイテムで言うと、例えばこんな感じでフレットベリーのポロシャツだったりとか、あとは定番のこちらですね、はい、ラコステのポロシャツだったりとか、あとはポロラルフローレンとか、ワンポイント系のねポロシャツが多くなっていて、襟付きのアイテムもですね、街中で見ても着てる方が本当に多いなという印象なんですが、ここはですね、普通のポロシャツを作ってもオープニングアクトしょうがないというところで、やっぱね、シルエットの面白さだったりとか、あとはね、夏にシンプルになってしまいがちのコーディネートの中で映える、まあ、レイヤードを楽しめるデザインだったりとか、あとはトレンドのシルエット、そういったところをですね、取り込んでいるアイテムになりますので、順を追ってご紹介の方をしていこうかなと思います。ではまずですね、アイテムのデザインのところから触れていこうと思うんですが、最大の特徴ですね、はい、こちら首元のこれ長く取ったですね、こちらのヘンリーネック、こちらボタンの深さなんですけど、通常のねポロシャツで言うと、ほんとボタンで言うと 1,2 ぐらい、ほんと多くて3番目ぐらいのボタンしかないんですけど、今回に関しては相当深く設定させていただいていて、しっかりね開けるとほんとこんな感じで前がね、ほんと開いて着れるんですよ。まあ、自分自身がですね、去年の秋冬ぐらいからハーフジップだったりとか、こういったヘンリーネック系で着るときに結構首元開けて着たいねってところがあって、まあその理由としては、もちろんですね、通常のポロシャツもかっこよくね着れるところはあるんですけど、やっぱりこれボタンを締めて着るのもいいんですけど、こんな風に開けながら着ると、まあ、なんかタンクトップ着ながら合わせると、首元にね、こんな感じで抜け感も演出できますし、あとはこんな感じで、はい、首元にアクセサリーとか、そういったものを合わせながら着ると、首周りですね、アクセントプラスできるので、シンプルになってしまいがちなコーディネートにしっかりですね、簡単にアクセントを加えることができますので、この動画の中でもね、もう何回もすでに言ってるところではあるんですけど、やっぱシンプルになりすぎるコーディネートってね、やっぱ夏つまんなくなってしまいがちなので、まあ、今はですね、タンクトップを着てるんですけど、普通にクルーネックのカットソーだったりとか、あとはですね、中にボーダーカート層を合わせたりとか、そんな風にして着こなしにアクセントをプラスしやすいように着たいなと思って、今回のポロシャツ企画させていただきました。なのでね、ほんとね、締める位置を変えると全然違う印象で着れて、ほんとね、締めていただくと、はい、こんな感じでまた上品に着ることもできますので、ほんといろんな、はい、雰囲気で着れるんですよね。まあ、っていう感じのですね、アイテムの特徴はこの深さのある、ね、こちらのネックの部分になりまして、あとはデザインの特徴としては、シルエットがですね、今年の2024年の夏にまさに期待シルエットになっていて、着丈が短め、身幅がしっかり広めの短丈のシルエットになっておりまして、まあ、そうすることで、まあ、こんな感じですね、インナー今タンクトップを着てるんですけど、しっかりですね、レイヤードが決まりやすくなっていて、前後差も、はい、つけております。なので中にカットソーとかそういったものを合わせても簡単にレイヤードが楽しむこともできますし、あとはですね、このインナーのタンクトップをインして、ちょっと着丈短めにポロシャツを着るというコーディネートも自分的にはおすすめでございます。
はい、これちょっとね、中のタンクトップインしてから着てみるとですね、この中のさっきまで、ね、下からタンクトップ出てたんですけど、なんかインすることで、はい、ちょっとショートだけに着ることができるんですよ。でね、この上上げるとインナーもしっかり見えると、こういうコーディネートがですね、今年は多くなってくるんじゃないかなと思います。で、先ほどね、重複する部分であるんですけど、こちらサイドにスリットが入っておりまして、あとね、袖丈に関してもやや長めに設定しております。やっぱりですね、ショート丈でかつ身幅が広めの時に、袖丈まで短くなってしまうと、結構バランスが取りづらいので、自分はですね、結構肩幅があるんですけど、肩幅がある自分が着てもこんな感じのゴム袖ぐらい、肘にね若干かかるぐらいのですね、まさに今着たくなるような程よくリラックス感も感じられるシュートとなっておりますので、ほんとね、簡単にこれを着てもらうだけでもう着こなしが完成して、しかもしっかりコーディネートの中で動きも出してくれるっていうですね、シンプルながらしっかりコーディネートの中に映えポイントをですねプラスしてくれる、自分的に本当によくできたアイテムだと思って、ほんと気に入ってるんですよね。でですね、ショート丈身幅広めのアイテムになってるので、もちろんですね、ロングのパンツだったりとか、そういったものはもちろん相性いいんですけど、今年の夏に関してはショートパンツだったりとか、そういったものとね合わせていただいてもすごくいいバランスで着ることができますので、ぜひですね、今年の夏のコーディネートに取り入れていただきたい一枚となっております。はい、ではですね、続いて素材の部分ですね、あと生地の部分のご説明していこうかなと思います。近くで見てもらったらわかりますかね。こんな感じで程よく、今回ですね、これリブ感のある生地を採用しております。このリブといってもかなりミクロなリブになっているので、上品見えする生地となっておりまして、プラスですね、このミクロリブの生地で、この素材がですね、レーオンとポリエステルとポリウレタンですね、そちらミックスした糸を使っておりまして、特徴としてはレーオンがですねミックスされていることで、程よくですね生地にドレープ感、こういったものもありますし、あとはポリエステルとポリウレタンが入ることで生地に張り感もしっかりあるのと、ポリウレタンが入ることですね、いわゆるストレッチ素材となっておりますので、程よくですね伸縮性もついて着心地もものすごくいいと。でレーオンが入っていてさらっと着ることができるので、もちろんですねレーオンが入っているアイテムで言うとガラシャツだったりとかアラシャツですね、そういったねアイテムに取り入れることが多いんですけど、そのレーオンのねこのドレープ感のあるさらっとした生地感をですね、このカットソー生地に落とし込んで作ったのが、今回のこのミクロリブの生地でございます。これ程よくね光沢感もあって、すごくね上品に決まるんですよ。なんですけど、デザイン的にはカジュアルなアイテムの要素もねしっかり詰め込んでいるので、こんな感じのね自分はデニムに、はい、合わせてるんですけど、こういったカジュアルなコーディネートに合いますし、ほんと綺麗めなスラックスとかそういったものとも相性が抜群なので、ほんとねコーディネートを選ばず、お楽しみいただける一枚になってるんじゃないかなと思います。で続きまして、こちらのアイテムの色展開についてですねご説明していこうと思います。でまず1色目、こちらですね、自分が着てるこちらの色なんですけれども、こちらメランジカラーですね。もうチャコールっぽく見えるんですけど、他の色がミックスして木調のようなメランジ状のカラーになっているのが特徴で、自分的にはこれが一押しっすね。一番表情豊かというか、やっぱ去年の秋冬ぐらいからニットとかでも木感だったりとかメランジ感のあるニットがですね、本当に人気が出ているところがあるので、その要素をですね今回のポロシャツにもしっかり落とし込みたかったので、今回のですね生地を採用させていただきました。で1色目はこちらのメランジチャコールですねになっているのと、2色目、はい、こちらですね、こちらがオフホワイトとなっております。これもですね夏にしっかり抜け感を演出してくれる柔らかいカラーの印象が自分的にはすごくいい色だなと思いました。で最後3色目、はい、やっぱねモノトーンなカラーなんですけど、夏日の中でねしっかり映えてくれる、こちらダークネイビー。ほんとね動画だとブラックに見えるんですけど、ほんの少しだけです青みがある上品なですねダークネイビーとなっているので、もちろんですねブラック系のパンツを合わせていただいても、ほんの少しやっぱ色差が出て着こなしに奥行きも出してくれますし、ブラックにはないけど程よい上品感と清潔感、そういったものが演出できるカラーとなっておりますので、ぜひですねこう3色とも本当におすすめなので、ご検討いただけたらなと思います。でですね、今回もプロのモデルさんに着用をお願いしておりまして、まずですね、今回こちらのメランジなんですけれども、着てもらうとこんな感じになります。はい。いや、かっこいいっすよね。で続きまして、オフホワイトなんですけれども、こちらになります。はい。こちらですね、後日販売開始予定のこのオープンアウトのですね、このテックショーツと合わせてるコーディネートなんですけども、めちゃめちゃかっこよくて、やっぱショートパンツの相性がめちゃめちゃいいっすね。やっぱこのショート丈で身幅広めっていうのが、すごく決まってるんじゃないかなと思います。で最後なんですけども、こちら。はい。こちらもですね、後日オープニングとね、販売開始予定の、もうめちゃめちゃよくできたダメージデニムのコーディネートになるんですが、ほんとシンプルなね、このポロニットと、このダメージデニムを合わせるだけで、ものすごくかっこいいですね、コーディネートが完成いたしますので、もうこのね、作業画像を見ていただくだけでも、合わせやすさがね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、最後にですね、サイズ感の部分なんですけれども、自分が着るとこんな感じになります。
はい、178cm72kg で L サイズを着用してこのサイズ感でございます。まあ、こんな感じで、ね、動画の中でも言ってるよりショート丈の身幅広めになるので、まあ、大概の方がですね、まあ、どのサイズも着ることができますので、まあ、適正サイズをですね選んでいただければ間違いないですし、まあ、より短丈で着たい方であればワンサイズ落とすとかそういった着方もですねかっこいいと思いますし、そんなに着丈が長いアイテムではないのでより身幅のドカッとしたシルエットを楽しみたいって方はワンサイズ上げて着ていただいてもいいので、もうご自身のですね今まさに気分の着方っていうのをですね選んでいただけたらなと思います。はい、というわけで一つ目のアイテムですね、こちらのヘンリーネックプロオーバーポロシャツですね、ご紹介となりまして、最後ですねアイテムの販売価格の方を発表していこうと思います。でこちらのアイテムの金額なんですけれども税込みで9900円になっております。やっぱり夏のアイテムに関しては、まあ、少しでもね、手に取りやすい価格で販売したいなというところで、複数色だったりとか、複数アイテムご購入して夏のファッションを楽しんでいただきたいなという気持ちもあるので、もう極力ですね、お届けしやすい価格に設定させていただきました。はい、というわけでこちら一つ目のアイテムのご紹介以上といたしまして、まだですね、二つアイテムがあるので、続いてのアイテムのご紹介の方に移っていこうと思います。はい、それでは続きまして2点目のアイテムご紹介の方に移っていこうと思うんですけども、今自分がはい、こちら着替えさせてもらって着てるこちらのアイテムになっております。これ見覚えある方もね、いらっしゃるかなと思うんですけども、2つ目のアイテムですね、こちら商品名がこのハートジャガードコットンサマーニットでございます。いや、まさにですね、こちらのアイテム、これね、オープニングアウトの2024の春コレクションでリリースしたこちら。はい。こちら、ハートジャガードのコットンニットパーカー。こちらの方をですね、春にリリースさせていただいたんですが、これがですね、ものすごくご好評いただきまして、そのね、販売した時に、このクルーネックバージョンも欲しいとか、この夏に着れるバージョンも欲しいというですね、リクエストを多数いただきまして、そこからね、改めて企画して作らせていただいたアイテムになっております。まあ、この春に作ったアイテムとはですね、また違ったね、要素だったりとか、まあ、カラーリングもですね、一新したので、そちらも合わせてですね、ご紹介していこうと思います。いや、まさにですねこれは手に持ちながらもご紹介をしていこうかなと思うんですけれども、はい、こちらのですねハートジャガードコットンサマーニットでございます。まあ、なんといってもデザインの部分ですね、こちらはいフロントに入ったこのハートのジャガードになります。やっぱハートのモチーフがですねやっぱファッション業界の中にもものすごくトレンドになっていて、胸元のワンポイントだったりとかロゴとかそういったものにですね多数取り入れているところで、これをやっぱサマーニットで取り入れたようなところで今回使ってしまったアイテムになっております。面白いのがですねハートがドカッと普通にバキッとしすぎるとやっぱですね着づらいという方もいらっしゃるんで、このニットでね仕上げることでこうザクッとした雰囲気になるので、まあ、程よく形が崩れてくれるんですよ。まあ、ここでまあよりことラフさというかそういったものが出るので、まあ、メンズライクにですね着ることができるデザインとして自分の方で調整させていただきました。でこれねよーく見るとはいあえてこのほつれ加工をですねジャガードで表現しているので、まあ、程よいグランジ感だったりとか程よい抜け感とかそういったところも、まあ、自分的なこだわりのポイントとして作らせていただいております。これがですね結構作り方が難しくて、これね作り方が特殊で、本来これってね裏面のね柄なんですよ。でそれをあえて表地に使ってこのほつれ感とかそういったものを演出してるんですよ。なんで後ろを見てみると、はいこちら裏側なんですけど、裏の方が綺麗に柄が出てるんですよ。こっちだとバキッとしすぎるから、はいこっちの方でラフなハートを表現してるっていうのが特徴です。でねこのね単色だけじゃなくて、こちらですねこの縁取りで、はいこの白のね縁で縁取ることでロゴ自体にも動きを出しているっていうのが特徴です。でこのカラーリング自体も春のねハートのパーカーと配色も変えておりまして、このグレーもですね若干色変えてるんですよ。ボディの色自体は春と一緒なんですけど、このねハートの色こちらを変えております。あともう一色こちらのカラーなんですけど、これがですねあの春にもないカラーリングで、こちらがダークネイビーとなっております。このダークネイビーのボディに対して白のハート、そちらにですねあと黒のはいこれ縁取りでやっていて、まあ、ハートのねロゴのジャガードのニットではあるんですけど、すごく綺麗めというか上品な雰囲気でも着ることのできるこのグラフィカルのアイテムってところで今回企画させていただきました。でですねこのフロントのデザインに目が行きがちなんですけど、素材だったりとかシレットもですねしっかりこだわったアイテムでございまして、で今回ですね商品名のある通りコットンニットで、そちらのサマーニットで使わせていただいていて、まあ、夏でも着ていただけるようにですね、ニットといえば例えばアクリルだったりとか、まあ、例えば秋冬で言うとウールだったりとかそういったね素材で使うことが多いんですけど、やっぱ夏にモヘアとかねウール着ることもできないし、やっぱアクリルニット自体も肌触りがですねやっぱ秋冬の仕様になってしまうので、こちらですしっかりコットンニットで使わせていただいております。でね生地感的にも厚すぎず薄すぎずの生地感で作っているので、本当ねカットソーの延長ぐらいで着れるアイテムとなっております。しかも素材はコットンで作っているので、もう家庭での洗濯も可能なので、やっぱ夏って一回着ると洗濯しなきゃいけないので、家庭での取り扱いが簡単なアイテムの方がいいじゃないですか。なんですけど洗濯しづらい素材だったりとかすると、まあこれ着るたびどうすんのみたいな思ってしがいがちなんですが、しっかりコットンニットで作っているので、まあ網だったりとかね、まあその洗濯ネットとかそういったものを入れていただきながら干し方をね気をつけていただければですね、伸びることなく着ることができますので、まあご手入れが簡単っていうところもおすすめですね。でこの首元のデザイン自体は春はですねこちらパーカーの仕様だったんですけども、こちらクルーネック仕様で作
らせていただいております。で、袖自体はまあ5分袖ぐらいかな、はい、こちらになっております。サイドに関してはこちらまあ浅めではあるんですけど、サイドスリット入れていて、さらっとね着ていただくだけでこの着こなしにシルエットですね、動きが出るような仕様となっております。で、シルエット的にはねややビッグシルエットにはなってるんですけど、まああまりにも大きすぎるシルエットっていうよりかちょいゆるぐらいに着れるので、もういろんなシルエットのボトムと合わせることができるんじゃないかなと思います。それこそワイドシルエットもそうだし、まあちょっとセミワイドぐらい、そこまで太すぎないパンツにも相性が抜群ですし、あとはですねユニセックスでも着用いただけるアイテムなので、それこそなんかシェア使いとかそういったところでもおすすめなアイテムとなっております。でですね、こちらのアイテムのサイズ感に関してなんですけれども、着てみるとこんな感じになります。はい、自分が 178cm72kg で L サイズを着用して、こういったサイズ感で着ることが可能です。はい、で続きましてプロのモデルさんの着用画像のご紹介の方に移っていこうと思うんですけども、まずこちら自分が着てるこちらのダークネイビーからですねご紹介していこうと思います。着てもらうとこんな感じです。はい、いや、めちゃめちゃ似合ってたね。で、こんな感じのね、ブルー系のデニムとの相性がいいので、まさに夏の着こなしだなって思いますね。めちゃめちゃおすすめです。で、続きまして、こちらのグレーなんですけども、着てもらうとこんな感じになります。はい。こちらもですね、後日販売開始予定のオープニングアクトの、ツーウェイテックカーゴパンツなんですけども、そちらと合わせた工程となっております。やっぱ夏着るアイテムで言うと、それこそカットソーだったりとか、あとはシャツとか、そういったものぐらいしかないなって思いがちなんですけど、一つ目のアイテムのですね、ポロシャツだったりとか、あと今回ご紹介しているサマーニットとか、そういったものを取り入れていただけると、夏のね、シンプルになってしまいがちなコーデの中でもしっかりアクセントを、加えながらですね、楽しむことができますので、ぜひですね、こちらのアイテムも夏のコーディネートに、取り入れていただきたい一枚となっております。はい、というわけで二つ目のアイテムのご紹介は以上といたしまして、最後にこちらのハートジャガードコットンサマーニットですね、こちらのアイテムの販売価格の方を発表していこうと思います。こちら2色展開ですね、こちらグレーとネイビーのこちらのアイテムになるんですけども、こちらのアイテムの販売金額が、税込みで9900円となっております。なんで一つ目のアイテムですね、こちらヘンリーネックのプローバープロセスと全く同じ価格に設定させていただいております。まあ、さっきね、言った内容とね、重複する部分ではあるんですけど、やっぱりですね、複数点がやっぱそれぞれのアイテム1枚ずつ買っていただきたいプライスだったりとか、あとね、どっちの色も欲しいとか、そういった方にもですね、やっぱ買っていただきたいように、まあ、だからちょっとしたブランドのカットソーぐらいの価格でやっぱりリリースしたらと思ったので、こちらのですね、手に取りやすい価格で設定させていただきました。やっぱ夏は秋冬以上にやっぱ商品の点数が欲しくなるじゃないですか。それまさに自分自身もそうなんですけど、まあ、そこにね、しっかり対応できるような価格でね、ほんと最近円安だったりとか、価格がですね、工賃も素材費もめちゃめちゃ上がってるんで、本来だったらもうちょっと値段つけたいんですけど、やっぱ切りが良くね、1枚あんだにしたかったので、ぜひ、ね、この機会にご検討いただければ嬉しいです。はい、それではですね、最後3つ目のアイテムご紹介の方に移っていこうと思います。はい、それでは最後3つ目のアイテムご紹介に移っていこうと思います。まあ、着替えさせてもらったら今こちら着てるアイテムになるんですけど、まあ、夏に、はい、着ていただきたいようなこちらの、はい、透け感のあるアイテムになるんですけど、まずこちらのアイテム名からですね、ご紹介していこうかなと思います。こちらのアイテム名がですね、シアーニットハーフジップポロニットでございます。まあ、一つ目に紹介したヘンリーネックのプローバーポロですね、そちらとは全くまた違った表情のアイテムでございまして、まあ、最近ですね、まあ、ストリートブランドだったりとか、いろんなブランドからこのシアーノニットが出ていて、まあ、その中でもこの襟付きの、こういったニットがですね、やっぱこの若干ストリートライクなアイテムなんだけど、上品に着るっていうのがですね、まさに今の気分でございまして、そちらの雰囲気をしっかり踏襲したこちらのアイテムでございます。で、まずですね、アイテムの特徴からご紹介をしていこうかなと思うんですけども、なんといってもですね、商品名の通り、こちらシアーニットでございます。こちらね、透け感が、はい、あるんですよ。こんな感じで、しっかり透け感があるアイテムになっておりまして、まあ、よりわかりやすく言うと、こちらとかかな。はい、こちらブラックなんですけれども、こんな感じでございます。はい、もう向こう側が透けるぐらいのですね、これ透け感のアイテムになってるんですけど、やっぱですね、夏に着るニットってところで、しっかり肉感がありすぎると、まあ、暑いというところで、このね、透け感のあるニットになってるので、中にタンクトップだったりとか、カットソーとか着ていただければ、ほんとね、涼しく快適に着ることができるし、プラスですね、やっぱニットで仕上げられてるので、まあ、程よく上品感もあると。そういったね、一石二鳥のアイテムになっております。やっぱ夏の楽ちんファッションって、ほんとラフになりがちで、ほんとカジュアルになってしまいがちなんですよ。そこで、やっぱニットで着れるアイテム、こういったものがあると全然違うんでね。やっぱしかもね、後々紹介するんですけど、この色も良いという感じなんですよ。では、まずですね、こちらのアイテムの、まあ、最初の特徴ですね、このアビジの部分、素材の部分からご説明していこうかなと思います。まあ、商品名でもある通り、こちらシアーニットでございます。まあ、シアーニットというのが、いわゆる透け編みですね。もう皆さんも多分一度は聞いたことのあるワードかなと思います。こんな感じで透け編み、メッシュ素材のニットになっております。なんですけど、編み地自体はこんな感じで、よーく見ると上品な編み地になっているので、こんな感じでカジュアルになりすぎないところも特徴なニットでございます。で、こちら素材自体は
コットン 100% で使っているので、肌触りも柔らかいし、透き編みのこの通気性の良さっていうところもあるから、本当に夏におすすめなアイテムなんですよね。だから、そんじょそこらのヘビーオンソのカットソーよりも全然着心地がいいというところで、まさに夏におすすめなアイテムになっております。しかも着心地もいいし、こんな感じでシアーニット、こちら透け感があるから、中にですね、こんな感じのカットソーを合わせてもらったりとか、あとはですね、あえて色物のカットソーを持ってきたりとか、そういったことをしていただければ、まあ、首元からも見えますし、あとはね、この透け感で程よく中のね、色もね、透けて見えたりもするので、着こなしに奥行きとか、アクセント、そういったものも簡単に取り入れることができるっていうのが、それが透け編みのいいところでもありますね。そんなね、コットン 100% の透け編みのシアーニットなんですけれども、続いてデザインの部分ですね、触れていこうと思います。デザイン的にはかなりシンプルなアイテムなんですけども、こちら、ハーフジップ仕様ですね、こちら取り入れております。こちら、はい、ジップで開閉ができる仕様ですね。こんな感じ。今年的には自分は、こんな感じでインナーにね、タンクトップとかクルーのカットソーを合わせて、首元をね、レイアウトしながら着るのが良かったりとか、あと首元にアクセントでね、アクセサリーとか差し込んでいただけると、シンプルになりすぎないと、そういったこともありますし、まあ、こんな感じでね、首元しっかり締めてもらって、上品に着るっていうのもいいですね。まあ、カラーによって、はい、またね、引き締まった印象になるので、うん。まあ、その日の合わせるボトムだったりとか、合わせる雰囲気に合わせて、まあ、選んでいただければいいんじゃないかなと思います。自分はですね、まあ、上品な雰囲気でもありつつ、まあ、ちょっと抜け感もやっぱね、楽しみたいので、まあ、開けながら着るのが多いかなと、うん。思いますね。このね、インナーに合わせるタンクトップも、このオープニングアクトのですね、USA コットンのタンクトップになっていて、この毎シーズン定番でね、夏にリリースさせてもらってるアイテムなんですけど、本当にこれが着心地よくて、しかも首元も開きすぎてないから、こんな感じで程よくね、見えるんですよ。結構ね、海外ブランドだったりとか、インナーブランドのタンクトップを着ると、これね、首元が開きすぎて、肌が露出されすぎて、いやらしくなっちゃうんですよ。そこをですね、やや首元浅くすることで、いやらしさのないタンクトップになってるので、ぜひこちらも合わせてですね、このコーデートしてほしいですけどね。でですね、こちらのニットに関してもこちら、約5分袖ぐらい、まあ5分袖ではあるんですけど、若干肘にかかるかかからないかぐらい、若干肘より上ぐらいかなになっているので、今回3つのアイテムの中だと最もベーシックなアイテムというか、まあ、ちょいゆるぐらいですね。最近ね、なんかビッグシルエットすぎない、ややスリムというか、まあ、小さすぎず大きすぎずのですね、サイズ感が市場の中でも増えておりますので、そういったシルエットを今回採用させていただきました。でこちらのアイテムに関してはサイドスリットとかいう仕様ではないので、もうこんな感じでね、その部分にたまりをつけながら着てもらってもいいですし、あとはこんな感じで折り込みながらで着てもらってもいいんじゃないかなと思います。でですね、こちらのアイテムのサイズ感より分かりやすく出していくとこんな感じになります。はい。でこちらですね、178cm、72kg で、こちら L サイズを着るとこんな雰囲気になっております。でですね、続きまして色転換のご説明の方に移っていこうと思うんですけど、今回のシアースケアミコットンニットポロシャツですね、こちら3色転換となっておりまして、まず1色目、はい、こちら引き締まった印象のこちらブラックでございます。今年はね、夏においてもモノトーンで着こなしが本当に多くなってきてるので、夏でも真っ黒とか上下モノトーンって方が本当に多いので、ぜひ取り入れていきたいカラーですね。で続きまして、こちら、はい、こちらがオフでございます。これもですね、まだ抜け感があって、まあ、白 T にはない上品感がですね、またあるので、これ取りやすいカラーになってるんですよね。これが黄色に強すぎると結構着づらかったりもするんですけど、ちょうどいいですね。こちらオフホワイトになっております。で最後、これオープニングアクトでは結構珍しいカラーリングになるんですけども、こちら、はい、グリーンでございます。今年私がちょっとグリーンが着たい気分でございまして、はい、なんといってもですね、グリーンってやっぱ日本人に相性がやっぱいいカラーなので、うん、実は取り入れやすいんですよ。やっぱダークグリーンとかね、そういったカラーリングに関しても、ファッションシールの中でもですね、実は結構売れる色で、もちろん白とか黒とかベーシックカラーが売れたりとか、あとチャコロブグレーも強いですけど、差し色の中、例えばレッドとかピンクとか、なんか色ブルーとかいろんな差し色がある中で、グリーンって手堅く売れるカラーで、毎シーズン実は人気のカラーなんですよ。けどオープニングとは実はまだ出したことがないので、このタイミングでやっぱ自分が着たかったので、はい、完全に自分の好みで作らせていただきました。これはなんですけど、グリーンのアイテムってね、本当ブラック系のパンツもそうだし、赤らめのグレーとか、そういったカラーに、あと白いパンツもですね、すごい相性がいいので、差し色の中でも非常に合わせやすいカラーになっておりますので、ぜひですね、まだチャレンジしたことない方とか、ぜひこの夏にですね、取り入れていただきたいカラーでございます。はい、というわけでこちら3つ目のアイテムですね、シアーメッシュコットンサマーニットポロシャツですね、アイテムのご説明以上といたしまして、最後にこちらのアイテムの販売価格の方を発表していこうと思います。はい、こちらのアイテムになるんですけれども、販売金額の方はですね、税込みで9900円になっております。なので今回3つとも9900円にさせていただきました。まあ理由に関してはですね、もう重複してる部分ではあるので、ここらで割愛させていただくんですけども、今回3つのアイテムですね、こちらのヘンリーネックポロシャツ、このハートニットジャガードのサマーニットで、今回のメッシュのニットポロですね、こちらこの3点それぞれ買っていただいても、まあ、3万円でお釣りが来るとの感じですし、もちろん1万円だけでもですね、1万アンダーで楽しむことができるアイテムになりますので、ものすごくお買い得なんじゃないかなと思います。まあ、しかもですね、シンプルなようで、なかなか他のブランドで見つからないようなね、カラーリングだったりとかシルエット、あとは
ものづくりになっておりますので、まあ、しっかり届いた時にですね、コストパフォーマンスの良さだったりとか、しっかりの着回しの良さで考えると、今回ですね、ものすごくコストパに長けたコレクションになってるんじゃないかと思いますので、ぜひね、刺さるものがあれば嬉しいなと思っております。で、こちらのニットポロシャツなんですけども、こちらもですね、プロのモデルさんに着用お願いしておりまして、ブラックですね、着てもらうとこんな感じになります。はい。引き締まった雰囲気がかっこいいですよね。で、続きまして、このオフホワイトなんですけども、オフホワイト着てみるとこんな感じ。はい。うん。で、最後、今自分が着てるこちらのグリーンなんですけども、グリーン着てみるとこんな感じになります。はい。ぜひですね、このオープニングアクトの、モデルさんのですね、着用画像に関しても、スタイリング自体は全て僕が組んでるんですよ。自分が組んだコーディネートなので、皆さんにこんな風に着ていただきたいなとか、プラス、まあ、今年のトレンドだったらこういう風に着るのが正解だなっていうところで、自分が全てですね、一つ一つコーディネート組ませていただいておりますので、すでにですね、概要欄の方に商品ページの方を完成したもののリンク貼っておりますので、まあ、ご動画見終わった後にですね、このアイテムの素材だったりとか、ディティールの部分、あとはサイズ感とかですね、あとは全色のコーディネートのね、全角度から見れるような写真も、多数ですね、ページの方に反映させていただいておりますので、そちらも合わせてですねチェックしていただけたらなと思います。はい、というわけですね、今回オープニングアクトのサマーコレクションで気合の入ったですね複数アイテムのね同時展開なんですけども、アイテムのご説明は以上となります。で、こっからですね、皆さんが気になる販売開始の日時と販売方法について触れていこうと思います。で、まずですね、今回リリースアイテムの販売方法についてなんですけれども、今回この3つのアイテムですね、こちらの3つのアイテムに関しましては全て受注販売にてご注文を受けたまろうと思います。なので、ね、受注販売になりますので、この受注期間中にご注文いただけたものに関しましては責任を持ってですねアイテムの方をご用意させていただきます。逆を言うとですね、この通常販売がないアイテムになりますので、この受注販売を逃すと通常販売ですね、在庫販売がないアイテムになっておりますので、もうこの機会でしか買えないアイテム全てなっておりますので、ぜひこのタイミングでですねご検討いただけたら嬉しいです。で、最後に販売開始の日時についてなんですけれども、販売開始日時はこちらになります。はい。こちらの日程にて受注をですね、受けたまろうと思いますので、まあ、アイテムのね、気になった点だったりとか、そういったものに関しましては、この動画のコメント欄にいただければ、自分の方からですね、直接お答えさせていただきますし、あとはですね、自分のインスタグラムの方でも、販売期間中はですね、常に質問コーナーだったりとか、そういったものを開催して、ご質問答えさせていただきますし、あとは DM とかでもね、いただければ、随時お答えもさせていただきますので、ぜひお気軽にですね、コメントいただければ嬉しいです。はい。というわけですね、今回も気合が入ってかなり長い動画になってしまったんですけども、今回のオープンアクトの新作のサマーコレクションですね、ご紹介は以上となります。本当に本格的に夏が始まってきて、やっぱ気持ちも明るくなるんでね、しかも外出する機会も今年は多いじゃないですか。なのでね、こうイベントも多いシーズンになりますので、そういった時にですね、ぜひオープニングアクトのアイテム身につけていただきながら、ぜひ、ね、今年の夏もファッション楽しんでもらえたらなと思います。はい、というわけで本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。